どうもさっさんです。今回の動画はですね、はい、今こちらにございますロボット掃除機のレビューしていきたいなと思います。でね、この間アンカーのロボット掃除機レビューしてなかったって思ってる方いると思うんですよ。そう、してたんですよ。この間もねアンカーのやつやったんですけども、今回ねエコバックスというメーカーのロボット掃除機レビューしていきたいなと思います。でね、このエコバックスのロボット掃除機、ガジェットレビューアーが案件でレビューしてること結構多かったんですよね。僕もその動画見たりしたんですけど、まあ、かなり絶賛していて、本当かっていう風に思ってたんですよ。僕はですね、今まで、ルンバ、多分ねロボット掃除機で一番有名なルンバ3台使ったことあったし、あとねさっきも言ったアンカーのロボット掃除機も使っていて、まあそんな変わんないんじゃないっていう風に思ってたんですよね。今回僕のところにも、満を持してねエコバックスさんから案件のお願いっていうのが来たので、まあ、お受けしたんですけども、正直にね感想言っていいってことだったんで、まあダメだったらね結構ボロクソに言ってやってもいいかなというふうに思ってたんですけども、まあ使ってみたらねめっちゃ良かったと、いうことになります。というわけでね、今回こちらエコバックスの D-BOT X1 Omni という製品、詳しくレビューしていきたいなと思います。はい、じゃあ使ってみる前にこの D-BOT X1 Omni、どういった製品なのか簡単に説明しておきたいんですけども、最近のロボット掃除機ってね、結構こういうベースステーションみたいなやつがついていて、ロボット掃除機本体が掃除して帰ってきたらこっちにゴミを吸い上げてくれるものが多いんですよね。あとは水拭きも同時にしてくれるっていうモデルも結構出てきてます、他社で。でこのね D-BOT X1 Omni に関しても掃除が終わったらこっちにね、ゴミを吸い上げてくれるし水拭きもしてくれるんですけど、それだけじゃなくてですね、水拭きに使ったモップ、これを自動的に洗浄してくれるんですよ。しかもその洗浄が終わったモップの、乾燥までやってくれるっていうね、この間レビューしたアンカーのロボット掃除機は、自分でねモップを、使う前にちょっと濡らしてからね、ロボット掃除機に取り付けて、で掃除が終わったらそのモップ取り外してね洗って乾かすっていう作業がね必要だったんで、まあ、ちょっと面倒くさくて、まあ、毎日、水拭きしなくていいかなというふうに思ってたんですけど、こいつはですねもうそこまで乾燥の段階までね全部自動的にやってくれるのでめちゃめちゃ楽なんですよ。さらにですね、後でちょっとお見せしたいんですけども、このモップ、ついてるモップがですねこうグイーンって回転して、結構ねこう床を丁寧にね、水拭きしてくれるんですよ。アンカーの掃除機使った後にねこっちに切り替えたんで、まあ、水拭きしてるしあんま床汚れてないかなっていうふうに思ってたんですけど、意外とね、汚れ落ちるんですよね。この機能が結構ガチですごいので、初めて使う方はね本当に目から鱗なんじゃないかなと思います。はい、それではこの D-BOT X1 Omni どういった製品なのか、詳しくね見ていきたいんですけども、でまずこれ結構本体はでかいです。でなんででかいのかというと、ロボット掃除機本体はね別に普通なんですけど、この後ろにある全自動クリーニングステーションがでかいんですよ。この中にですね、まあ、最近主流になってる、ゴミを自動的に吸い上げるパックが入ってるっていうのと、あとはモップもね自動洗浄するための水のタンクっていうのが入ってるんですよ。この真ん中部分が本体のゴミを吸い上げるためのね、ゴミパックが入っていて、これ開け方はねこのロボット掃除機の上のとこに手を入れてボタンを押すと、はい、こんな感じで、出てくるんですよね。掃除が終わったら本体のゴミを紙パックの中にね、吸い上げてくれるんですけど、この紙パックの容量はだいたいね、2ヶ月分ぐらいの、ゴミをね入れることができます。でゴミがいっぱいになったらこのね端っこの、まあ、段ボールみたいなやつをこう引っ張ってね、上に持ち上げると簡単にね捨てることができます。ただねこれ紙パック使ってみて思ったんですけど、持ち上げた時にこれ自動的に蓋が閉まってくれればいいなというふうに思いました。他のメーカーのやつはね結構これ持ち上げただけでねこうするってこの滑りが良くてね閉まってくれるんですけど、まあ、これはですねなんか紙の吸い込み口になってるので、自分でねこう手で引っ張んないとこれ蓋閉まんないんですよ。そこはちょっと残念ポイントでしたね。であと紙パックに関しては最初からね替えの1枚も入ってきてました。これがなくなったら、まあ、別売りのやつを購入するっていう形になります。はい、じゃあちょっと戻しますけども、続いて水を入れておくタンクまで見ていきたいんですけど、この上のね蓋を持ち上げるとこんな感じでねタンクが2つ入ってるんですよ。で右側はですね自分で水道からね綺麗な水を入れておくっていうタンクになっていて、ロボット掃除機本体が水拭きのためにこのタンクからね水を吸い上げたりとか、あとは水拭き終わった後のモップ洗浄用にねここから水を取って洗ってくれると
でモップを洗った後の汚い水がね、こっち側になるんですけど、結構濁ってるのが分かりますかね、まあ、このタンクの色がね最初からちょっとスモークっぽい感じなんで、まあ、そういう風に見えるっていうのもあると思うんですけど、僕ねこのロボット掃除機使い始めて今3週間ぐらい、経ってるんですよ。3週間ぐらいねほぼ毎日水拭き、してるんですけど、まあ、やっぱりねまだちょっと、濁った水になるので、まあ、それだけね床が汚れてるっていうことですよね。アンカーの掃除機使った後もねなんか床綺麗になったな、気持ちいいなっていう感覚はあったんですけど、やっぱねこっちの方がね、どんぐらい綺麗になってるのかっていうのが見えるんでね、綺麗になってる感はね圧倒的にこっちの方があるんじゃないかなと思います。で、水がなくなったらこれね、自分でまた補充して、で左側のタンクは、捨てるっていう必要があるので、まあ、使う手間って言ったらそれと、あとは2ヶ月に1回のね、紙パック交換ぐらいかなと思います。まあ、厳密に言うと定期的なメンテナンスも必要なんで、それもね買う方はやっていただけたらなと思います。はい、それではロボット掃除機本体もねちょっと見ていきたいんですが、まず見た目こんな感じです。どうですかね、カメラでどんぐらいね質感伝わるかわかんないんですけども、結構ねこれ高級感あるんですよね。普通にかっこいい、インテリアとしてあってもね結構かっこいいかなと思います。まあ、後ろにあるね全自動クリーニングステーションもこれね、マットなブラックとシルバーで結構高級感あるんですけど、ロボット掃除機本体もね、まあ、結構高級感あって、かっこいい感じかなと思います。そして本体の正面なんですけども、この部分カメラと、センサーがついていて、これがねかなり高機能なんですよね。壁とか、まあ、物を認識する能力が非常に高くてですね、ロボット掃除機って僕のイメージだと、壁までねこうグイーンって進んでいって壁にボーンってぶつかったら反転してですねまた引き返して掃除するみたいな感じなんですけど、この D-BOT X1 OM にはですねこのセンサーとカメラが優れてるからか、壁にねほぼぶつかりません。たまにねなんか物にちょっとぶつかったりすることはあるんですけども、ほとんどぶつかることないんですよ。直前で、ちゃんとね引き返したりとか向きを変えてしっかり清掃することができます。で万が一ぶつかったとしてもこれ、先の方はねクッションになってるので、まあ、物をね傷つけにくいようになってます。じゃあ底面見ていきたいんですけども、はい、こんな感じですね。こっちの方が、まあ、前の方でこっちが後ろなんですけども、このロボット掃除機はブラシがね左右どっちにもついてるので、結構効率的に掃除することができると思います。なぜかね、一般的なロボット掃除機って片側にしかブラシついてないやつ多いんですよ。それだとねこう片方からの周りでしかうまく掃除できないんじゃないかと思うんですけど、これは両側についてるので効率的に掃除してくれるし、あとねこのローラーについてもサスペンションがすごい効いてるしでかいので、ある程度の段差はね乗り越えたりできるみたいですね。で真ん中の部分から、ゴミをね吸い上げると、でこれがね、さっきから言ってるモップなんですけども、後でねお見せしますがこれがギュイーンって回って床をしっかり水拭きしてくれるんですよ。基本的に、ね、取り外す必要っていうのはないんですけども、まあ、たまにはしっかり洗おうかなとか、水拭き必要ないなっていう時はこのモップをね、マグネットで簡単に外れるので、はい、これで取り外すことができます。で吸引モードに切り替わりましたって、今ね音声聞こえたと思うんですけど、専用のアプリとかから、水拭き今日はしないとかっていう風にするんじゃなくて、モップがついてるかついてないかでモードを判断するので、まあ、そこはですねちょっと覚えておいた方がいいかなと思います。じゃあモップつけてみますね。今度ははい、これでね、水拭きもしてくれるようになりました。はい、じゃあいよいよね実際に掃除してみたいんですけど、その前にね簡単にアプリの使い方、説明しておきたいと思います。今開いているのがこのエコバックスのアプリで、もう設定っていうのはしてます。ロボット掃除機をね Wi-Fi に、接続したっていう状態ですね。ですぐに掃除を開始するのであれば自動清掃っていうところをねタップすればいいんですけども、まあ、ちょっとねいろいろ見ていただきたいなと思います。まずスマート清掃に入るっていうところをタップするとですね、今自宅のマップが表示されてます。まあ、こんな感じでね間取りを認識してくれたっていう感じなんですけど、で一つ言っておきたいんですが、部屋4っていうね、黄色いところの上にもねなんか部屋がありそうな感じで、認識されてるんですけど、これ部屋ないんですよ。なんでね、部屋4の奥認識されてるのかというと、結構デカめのね鏡を置いていて、その鏡をカメラが認識して、あこの奥にも部屋があるんだなっていう風になってるんですが、実際は、ないです。逆にね鏡の奥まで、認識できるんだカメラでっていう、すげえなって感じはあるんですけど、まあ、実際はないですね。で画面の下の方を見ると今自動っていう風になってるので、このまま掃除を開始すると、全ての部屋をね掃除しようとするんですけど、エリアっていうところをタップして、
例えば今日は部屋4番と1番だけを掃除するとか、そういうふうに決めることもできるし、あとはカスタムっていうところでこの四角い枠で囲まれたところだけを今日掃除してもらうとか、そういった使い方も可能になってますね。で、下のところから上にねこうスワイプしてやるといろんなメニューっていうのが出てきて、清掃の回数、まあ1回で終わるのか、重点的にね2回掃除してもらうのかとか、吸引力も静かにやるか標準、最大、最大プラスっていうふうにあるんですけど、僕はですねこれ標準でしか使ったことないです。標準で、まあ、十分かなっていう感じですね。で、水量も、手で今使ってるんですけど、まあ、うっすらね掃除が終わった後、ロボット掃除機が通った後に、水滴がちょっとだけあるかなっていう感じで、まあ、これもちょうどいいかなと思っております。モップ掛けモードとかそういうのも選ぶことができるんですよ。で、下から2番目、清掃予約っていうのがありますよね。ここをタップすると、追加でスケジュールをね決めることができるんですよ。僕はね、基本的にアプリから、まあ、掃除を開始するっていうのしかやらないんですけども、例えば自分がね仕事に出かけた後に掃除してもらいたいというふうに思ったら、月曜日から金曜日までの、例えばですねこれ時間を、9時とかにね設定して保存しておけば、まあ、平日ね、朝9時に毎日掃除してくれると、そういう感じで使うことも、可能になっております。じゃあ今回はせっかくなんで全ての部屋を掃除してもらいたいと思います。いきます。はい、今ねウィーンっていう音が出てると思うんですが、これはねロボット掃除機本体に、水をね補給しているっていう、状態ですね。まあ、そこそこね音はするので、夜中とかに使うのはあんまり向かないんじゃないかなとは思います。はい、補給終わりましたね。はい、来ました。じゃあ今日も丁寧に掃除お願いします。じゃあちょっとねついていってみたいんですけど、なんかね順番的に部屋3をね一番最初にやってくれるんですよ。まあ、部屋っていうかねこれ廊下なんですけども、一番奥からね、いつもやってくれてます。もうちゃんとカーブしてね曲がっていってる。はい、これ分かります。あんまりねこう壁にゴツンっていう風なぶつかり方はしないんですよ。これブラシでねしっかりとこうゴミを両側、かき出してくれますからね。で、階段があるんですけど、もちろんね、これ階段の下に、間違えて落ちちゃうとかっていうことはありません。ちゃんとね、これ階段も認識してくれてるので、階段ギリギリまでね、いつも掃除してもらってます。でね、これ後ろから見ていただきたいんですけども、これわかります?モップがね、回転してるんですよ。こんな感じ。すごくないですか?でね、掃除した後、まあ、うっすら濡れてるかなっていう感じ。ちょっとね光が反射してる部分あるんで分かりやすいかもしれないんですけど、なんかねがっつり濡れてるっていう感じではないですね。まあ今ねショーでやってるからっていうのもあると思うんですけど、個人的にはねこれ水の量ショーぐらいでまあ十分かなと思いますね。はい、じゃあ次はですね僕がこの家の撮影に使ってる、まあ、リビングですね、掃除していただきたいと思います。リビングはねかなり丁寧にしっかりやってくれるんですよこれが。でちょっとアプリについてもね見ていただきたいんですけど、これマップにですねちゃんとロボット掃除機の位置がめちゃくちゃ正確に反映されていたりとか、あとはロボット掃除機のね、まあ、動いた軌跡っていうのがすごい正確に反映されてるんですよ。これがねすごい、結構アバウトなねアプリとかもあったりするんですけど、これはねめちゃくちゃ正確にロボット掃除機の動きっていうのをアプリが認識してるという感じかなと思います。今掃除してるのが照明のスタンドですね。このスタンドの下にもねちゃんと入り込んでかなり、細かく丁寧に掃除してくれてます。でこのケーブル見ていただきたいんですけど、こんぐらいのデカさだったら、吸い込まないです。ただこの D ボットね現状ケーブルを認識して避けるとかという機能はないので、まあ、ちょっと細めのケーブルがちょこんって落ちてたら間違ってね吸い込んじゃったりするんですよ。なので、掃除を開始する前にですねそういったものは片付ける必要があります。このデスクの足ギリギリまでねこうブラシでゴミをね、かき集めてくれてるんですよ。これもすごいいいですよね。隅とかはねどうしても適当になりそうなもんですけど、両側にブラシがあるのやっぱ強いわ。はい、でこのね僕のデスクの下の方もしっかりとね入り込んで、丁寧に掃除してくれます。パソコンギリギリのところとか、あとは椅子の足のギリギリぐらいまでねちゃんと掃除してくれるんですよ。モップパートが少し汚れています、戻って洗浄します。はい、今ねモップパッドが汚れてるとかっていう風に言ってね
まあ、洗浄するっていうふうに言ってたんですけど、これ Dbot のアプリから設定がありまして、何分間掃除したら1回戻ってモップを洗うとかっていうふうになってるんですよ。今ねデフォルトの15分に設定してるので、15分経った段階でね1回このクリーニングステーションの方に戻ってね、モップを洗います。はい、こんな感じですね。まあ、最初と同じような音がねしてると思うんですけど、でこれモップ洗い終わったらまた続きからね掃除をしてくれるという流れになります。はい、ということでまた掃除再開ですね。はい、じゃあいよいよ最後部屋4番ですかね。でここでちょっとねもう一つの、目玉機能を使ってみたいと思います。まあ、僕はね普段使わない機能ではあるんですけど、アプリ右上のねビデオマークみたいなところタップしてみます。はい、するとですね本体の、正面についてるカメラでこれね映像を見ることができるんですよ。まあ、別にね普通に掃除していて必要ない機能かなとは思うんですが、まあ、見守りカメラみたいにしてね、ペットがいたりとかそういったお宅でね、使うといい機能なんじゃないかなとは思います。これすごいねマジで。僕もですねちゃんと使ったの今初めてなんですけど、これ映像もですねなんか記録されてんのかな。さっき映像記録しますっていう風に音声が流れたんで記録してんのかもしれないですね。これすごいなマジで。はい、このね筋トレグッズ周りもちゃんとブラシでゴミをかき出してね掃除してくれております。それとロボット掃除機の高さなんですけど、これはですね、まあ、僕は分厚いとは思わないんですけど、真ん中のところにねちょっと丸い出っ張った部分とかもあるし、あとはですねこれアンカーの、以前ねレビューした掃除機の場合はこのベッドの下にね入り込んだり入り込まなかったりするっていう、まあ、ちょっと僕の家だけの問題が起きてたんですけど、こいつに関してはね高さがそれより高いので、誤って入り込んでねしかも出られなくなるみたいなそういったことはないです。そもそも入り込める高さではないですね。清掃を完了しました。ステーションへ戻ってゴミを積み上げます。はい、掃除終わったみたいですね。ちょっと掃除終わる瞬間取れてなかったんだけど、これ最後にね仕上げでまた階段の方とかまで、来てたみたいなんですけど、これで帰るということです。今日もありがとう、お疲れ様です。ちょっとゴミの吸い上げの音もね、聞いていただこうかなと思います。どんぐらいの音なのか。はい、今吸い上げが終わりまして、モップをね最後にまた洗浄してますね。はい、モップ洗浄し終わりまして、これ音聞こえてるかな、ブーンっていう風のね小さめの音が、鳴ってるんですよ。これでモップを、乾かしてるんですけど、この風についてはね、温風になってます。これね最上位モデルだから温風なのかな、もしかしたら下のモデルだと熱い風じゃないかもしれないですね。これは、まあ、最上位でね熱い風なのでしっかりねモップ乾燥してくれます。でさっき汚水タンク1回捨てたんですよ掃除前に。でどのぐらい溜まったのかとか、汚れも見てみたいんですが、こんな感じ、まあ、1回でこんぐらいしかね水使わないので、やっぱりねそんなに頻繁に捨てたりとか隣のタンクのね、水を補充する手間っていうのもないです。はい、まだこんなにいっぱい入ってるんでね1週間ぐらいは完全に自動でね掃除任せられるんじゃないかなと思います。で最後にアプリのねマップ、見て終わりにしたいんですけども、どうでしょうか。この軌跡を見るとかなり細かく掃除してくれてますよね。どうしてもね物が置いてある部分、うちで言うとデスクがあったり椅子があったり、まあ、カメラの三脚、照明とかねそういうものがあるので、その部分はね、入り込めないんですけども、何もない部分に関してはめちゃくちゃね、丁寧にしっかりと掃除してくれております。掃除時間については17平米を27分で、掃除してますね。はい、こんな感じでですね、ほぼほぼ毎日、使っていたんですけどマジで便利、めちゃくちゃ気に入ってます。で充電についても今1回終わった段階で 82%、まあ、もうちょっと充電されたかもしれないんですけども、まあ、20% ぐらいでね1回、使えてるので、相当広いうちとかめちゃくちゃ念入りにね、清掃させようとしない限りは1回で充電切れちゃってね途中で戻る必要があるとかそういう風にはなんないんじゃないかなと思います。
はい、というわけで今回はエコバックスの最上位ロボット掃除機 D-BOT X1M に使ってみたんですが、いかがでしたでしょうか。冒頭でもね言ったんですけども、まあ、正直ね他社のやつも何個か使ったことあるし大した違いないでしょっていうふうに思ってたんですけど、結構違いありますね。やっぱりねしっかり水拭きしてくれて、そのモップを、洗う手間がないっていうね、それはめちゃくちゃ楽だし、あとはね本当に水のタンクっていうのも週1ぐらいで捨てたり、追加したりとか、まあ、そういった感じになるのでめっちゃ楽なんですよ。で吸引力についても申し分ないし、カメラセンサーが優秀でね、細かいところまで掃除してくれて、あとねボーンってぶつかったりとかそういったこともないし、これはね非常に嬉しいポイントなんじゃないかなと思います。でちょっと気になった点についても2つ挙げると、まず掃除中の音、モップ洗浄だったりとか、あとはね、掃除して動いてる時の音っていうのはそこそこするなっていう、印象ですね。まあ、そこはねやっぱり構造上しょうがないのかなっていう、感じはあるんですけど、まあ、一応購入検討されてる方は、ね、そこも覚えておいてほしいっていうのと、アップデートとかではもしかしたら難しいのかもしれないんですけど、ケーブル類を、避けるっていうことをですね、まあ、次回以降のモデルとかで、採用してくれたらこれはね非常に嬉しいのかなというふうに思いました。で最後に価格について、これだけ高機能なんでやっぱね結構いいお値段するんですよ。定価だとねだいたい20万円近くします。これかなりね高いな買えないなというふうに思ってる方、いるかもしれませんが、11月25日から開催されるブラックフライデーで、なんとね12万9800円に、なるんですよ。なんと 34% でね、買うことができます。で今回さらにねこの動画見た方専用のクーポンっていうのも発行していただきまして、そこから2000円引きになりますので、興味ある方ねぜひ動画の概要欄から、チェックしてみてください。ブラックフライデーになったらね買ってくださいね。それがね本当にチャンスなんで、マジでね、一押しのロボット掃除機かなと思います。というわけで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。